ちょっと寄ります。川崎ブレイブサンダース青木あすみです。藤井優馬です。増田圭介です。いつも公式インスタグラムをご覧いただきありがとうございます。本日のインスタライブは第7回サンダースショップチャンネルをお送りします。サンダースショップチャンネルは選手自ら、自身がプロデュースしたグッズとグルメを紹介する番組です。今シーズンラストの選手プロデュース企画は僕たちが担当しました。ということで今回は、僕たちのプロデュース商品を紹介していきます。それでは早速プロデュースグッズから紹介をさせていただきます。可能な限り、回答させていただきます。なお、グッズの購入方法はグルメの購入方法と合わせて番組の最後にご案内させていただきます。それではまずは藤井選手からお願いします。おい藤井選手、もうちょっと前これ、ね、あ、これ近づくんですか。はい、顔が見えるようにしてください。あ、そうね。あ、そうと、僕がプロデュースした商品はこちらのショルダーバッグです。はい、僕のイニシャルの F を麻雀の牌で表現したロゴがこの中の裏地にロゴが入ってるんですよ。そしてなんとちょっとしたお出かけにも使えるコンパクトなサイズのショルダーバッグになってます。ただ本革をね使用してるんでね、ちょっとお値段は高めの税込み1万円です。皆さんぜひ購入を検討してください。多分ね、皆さんねちょっと高くてね手出ないと思うんでね、これを逆に持ってる人は逆にレアです。はい、それが狙いです。これを持ってる人はレアです。多分あまりみんなみたいにね大量生産みたいなことが多分ないんで、これを持ってる方はぜひこうアピールしてください。個人的にはね、このサイズなんで試合中とかちょっとトイレに行くときとか貴重品だけ入れてこう行けるようなちょっとしたお出かけとか便利だと思うんで、ぜひ使ってください。はい、以上です。藤井選手、ひげ生えてますかっていうコメントがいっぱい来てます。いや、ちょっと、いや、これアップに行くと思わなかったからさ、ひげ剃んなかったんだよね。この距離だったら別に大丈夫かなと思って、ちょっと、ちゃんと剃ります。ちょっと今次、そうですね、質問は質問か、はい、はい、質問、はい、質問なんですか。今止まってますね。ちょっと待ってくださいね。長さは調節できますか。長さはね、なんと調節できますか。これちょっとできないんでね。ただこれがマックスの長さです。一番長くてこれなんで、ちょっとね長いと思う人はねなんか工夫してください。こう後ろ結んだり、ちょっと長いのかな、分かんないよ。ちょっと工夫してください。カバンはマグネットで閉じるタイプですか。はい、そうです。便利ですよ、使いやすいです。内ポケットはありますか。内ポケットはね、ごめんなさい、ないです。斜め掛けしてみてほしいです。はい、ちょっと結んじゃった。ちょっとどうですか。いいですね。ちょっと黒で分かりづらいかな。見て、斜め掛けですね。斜め掛けしましたよ。どうですか。中地は何色ですか。うち黒です。黒です。これ中開けた時にこれ毎回見てください。これナガ財布は入りますか。
ロゴ財布ぐらいじゃないですかね、ちょうどサイズ的には。中財布ぐらいですね。ね、何センチ？サイズはね、縦20センチで横18センチです。持ち手はこれ120センチ。はい。だから20センチ、20センチなんで多分入ると思いますよ。はい。皆さんから可愛いってコメントがたくさん入ってます。じゃあ今コメントした人買ってくださいね。お願いします。マージャンパイはどれぐらい入りますか？マージャンパイ多分マンズ、ソーズ、いや全部入るんじゃないですか、バラバラにしたら多分サイズ的に多分入りますよ、マージャンパイ。はい。はい、質問コーナーは以上で大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。もうちょっとだけ入れますか？はい。それでは続いて、僕がプロデュースしたグッズの紹介をさせていただきます。今回僕は、フェイスタオルとキーホルダーを紹介させていただきます。参ります。はい、参ります。今シーズンの開幕直前に開催したオンラインティップオフミーティングで、MC のてつさんが、やすあおきというニックネームをつけてくださったんですけど、それにあやかってというか、それをより浸透させていただくためにも、このやすあおきという、ロゴにしました。プロレスっぽいデザインが、ポイントです。タオルは、シンプルなモノクロカラーのフェイスタオルです。サイズは、29.5×80cm、素材は綿 100% です。カラーは、洗いざらしの黒なので真っ黒ではないです。お値段は税込み、2300円です。続いて、キーホルダーです。カバンや、靴などに、靴じゃない、鍵、キーケースとかに、つけて使ってください。お値段は税込み1000円です。はい、質問などあれば。後ろの藤井さんに対するコメントで溢れてますね。全然見てなかった。質問はなしで大丈夫です。よし、行きましょう。はい、じゃあそれでは最後に、増田選手のプロデュースグッズの、紹介をさせていただきます。お願いします。はい、僕が、プロデュースした商品はこちらのフェイスタオルです。はい、僕が描いた絵を元にデザインしていただきました。カラフルな色使いと、ロールのイラストがポイントです。サイズは 29.5×80cm、まあ、別に普通のタオル、普通のサイズですね。同じですね。他のやつ一緒ですね。はい、素材は、綿 100%、はい。値段は税込み2500円です。はい、以上です。何か質問あったら、はい、お願いします。先ほどの、すいません、青木さんのグッズで肌触りはどんな感じですかと。肌触りいいですよ。汗もね、水も多分吸収してくれる気がします。増田さん、絵がうまいというコメントが結構来ています。静岡県焼津市のピカソって呼ばれてたんで。焼津のピカソです。今日そういえば静岡3人組ですね。それああ、そうだ、静岡、静岡に増田さんちょっと入れますか。静岡に、静岡出身の3人でやらせていただきます。都会順で言うと、ゆうまさん、ふざけんな、俺だろ。違うでしょ。まあでも一番有名なのは焼津、嘘、藤枝、
で、はじむこ。はじむこ。はじむこはちょっと、いや、いいぜ。どうなんだろう。はじむこの人。あ、はじこっちやもんな。向こうっていうか、はじこっちやもんな。どちらかで、こっちやもんな。ギリギリ端の、こっちが。こっちが。増田さん、絵のポイントは何ですか？絵のポイントですか？いや、もうそれはもう、あれですね。特にないですけど、やっぱり見る人が見たらすごいんじゃないかな。まあ、ピカソもそうじゃないですか。やっぱ見る人が見たらすごいみたいな。これロール見て描いたの？あ、そうです。ちょっとロール見て。あ、いや、ちょっとさすがに見なかったら僕、ひどくなっちゃったんで。ちょっと見て。サンダースのマークとか字も手書きですか？はい、これも僕の手書きです。書いてありますよ。サインもありますからね。なんか、はい、いいですね、これ。藤井さんを見ていたらタオルの値段を聞き忘れてしまいました。ああ、もうそれはしょうがないです。タオルは、2500円です。普通のタオルと同じ。200円ですか？200円高いの俺より。マジかよ。俺だったこれ1個買うのにタオル4つ買える。確かに1万というね、お値段も斬新ですからね。この絵もマサさんの人らしくて。青木さんは先ほどのキーホルダーは何につけますか？ですね、僕はつける予定はないです。すいません、個人情報ダダ漏れになっちゃいますからね。安さつけたら安さを切って僕がつけてもね。はい、ということで質問は以上になります。あ、裏は真っ白ですか？そうですね、真っ白です。でも雑巾に使いますよ、これ。でもこれ肌触りいいです。綿 100% なんでね。はい。いいと思います、肌触りは。もう僕ももうこのタオルが布切れの、もう、なんていうんですか。ボロボロになって雑巾になるまで使います。ちょっと、どうでもかわいそうですけどね、それは。はい、まあでも、そしたらもう1枚買ってもらって。確かにそうです。なんとか用、はい、応援用と。使うようで、うん、そう、それが一番いいですね。応援でこうやってフリするやつ用と、はい、あの自分で使う用、まさか乾く用とか、あ、そうなんか、まあ、机拭いたり。確かに2個以上必須ですね、はい、じゃあね。まあ、こっちのロール残しても、まあ、こっちのロールを拭いて。あ、なるほどね。そうすれば交互にね。そう、交互に使います。あ、なるほど。したら、まあ、最悪もこっちは普段使いで、まあ、こっちはこう会場でこれやるようでもいいかもしれないです。ここだけね。そうはい、ということで、ありがとうございます。いいですね。質問コーナー以上で大丈夫です。はい、はい、じゃあグッズ紹介が終わったということで、次は、グルメを紹介していただきます。ゆまさん、お願いします。はい、僕が今回プロデュースしたのはこちらです。だだ水楽もつ煮込み。おお、あの、僕居酒屋メニューとかそういうのが好きなんでね、こう居酒屋でよくこういうもつ煮込みとかね頼むんでね、まあ、あのつゆとかいっぱい入れてもらって、であと好みでね七味とかバーってかけてもらったら多分美味しくなるんで、ぜひ食べてください。ビール販売してました。ビールまだ売ってない。ビールまだ、あー、じゃあビールダメなんだ。え、持ち込みは？持ち込み禁止。あー、みたいです。すみません、あのビールがあったらね、これ多分一瞬でなくなると思うんですけどね。ちょっとビールないんでね、あの、まあそれでもぜひ食べてください。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、それでは次に、僕のプロデュースグルメを紹介します。今回僕は、チキンフォッカッチャサンドをプロデュースしました。いや、フォカッチャですよ。いや、その読み方結構フォッカッチャって何ですか？すいません、お前に突っ込まれました。ちょっとだけ近く来れますか？ちょっと近く。はい、いいですか？はい、ピザ生地のフォカッチャでチーズ、トマト、レタス、チキンをサンドしました。ソースは、スイートチリソースを使用しています。
ヘルシーかつジューシーな味わいとなっておりますので、ぜひ、召し上がってください。はい、結構美味しかったです。子供でも食べられますね。あのちょっと口を大きく開けないと食べれないかもしれないですけど、あのフォッカッチャって言ってもあのピザ生地っぽいんで、すごいあのこの生地にも味があって美味しいと思います。はい、それでは、最後松田選手のグルメ紹介お願いします。はい、今回は、僕はペンネをプロデュースしました。その名も野菜たっぷりゴロゴロペンネです。はい、ゴロゴロたっぷり入ったナスが、トマトソースこれ入ったナスがトマトソースペンネです。ちょっとまあまあまあ大丈夫です、はい、野菜の旨味がギュッと詰まってとても美味しいです。しかもあのこれペンネだけじゃなくてコーヒーもセットで、まあ、この値段なんでこれは結構お得かなと思います。はい、ぜひ買ってください。コーヒーもついてるんで。はい、台本通り読んだな。まず台本通り読まずにね、ちょっと臨機応変に行こう。すいません、すいません。はい、セットでコーヒーもつくということで、そうですね、いいじゃん。いいね、それは。いいな。お酒はダメなんですね、まだね。お酒はコロナの対策で売っていません。持つとお酒あったら、最高なんだな。まあ、しゃあないです。はい、ということで、これで、全ての商品の紹介が終わりましたので、グッズとグルメの、購入方法についてご案内させていただきます。まずはグッズの購入方法からご説明させていただきます。僕たちのプロデュースグッズは、4月17日18日のホームゲーム会場もしくは、クラブ公式オンラインショップにてご購入いただけます。オンラインショップでは先ほど、17時半より受注での販売を開始しております。なおホームゲーム会場での販売は各試合ごとに在庫を確保していますのでご安心ください。また、今この番組を配信しているクラブ公式インスタグラムのショップナウからも、購入が可能です。お好きな方法でぜひご購入ください。続いてプロデュースグルメの購入方法をご案内させていただきます。僕たちのプロデュースグルメは、プロデュースグッズを販売する、4月17、18日のホームゲームにて会場で販売します。プロデュースグルメは、サンダーススクエアにあるカプリチョーザ様のブースにて販売しております。購入方法などの詳細はクラブ公式ウェブにニュースを出しているのでそちらをご確認ください。数量限定となりますのでお早めにお買い求めください。はい、以上で、全ての商品説明と購入方法のご案内が終わったのですが、最後に一つだけ、お知らせがございます。僕たちの商品をもって今シーズンのプロデュース企画が終了となりますが、この企画ファミリーの皆さんに大変ご好評をいただいたということで、特に試合会場で多くの方にお楽しみいただいたプロデュースグルメの人気投票を実施します。人気投票を実施します。はい、もう一度食べたいグルメ、周りの方におすすめしたいグルメ、あるかと思いますが、見事3位以内に輝いた選手プロデュースグルメを5月1日2日渋谷線にて復刻販売を実施します。すごい、このように、指定のハッシュタグをつけてツイートすることで投稿が可能です。これハッシュタグあります？はい、ありますね。写真なしの、投稿でも、可能ですが、皆さんがグルメを楽しんでいる姿を見たいので
ぜひ写真付きの投稿をお願いします。なお投票は Twitter のみとなりますので、Instagram は対象外となりますので、ご注意ください。ハッシュタグの一覧等の詳細はクラブ公式ウェブのニュースリリースを、ご確認ください。これは、後日リリースを、するのでチェックしておいてください。たくさんのご応募お待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、あっという間に、終了のお時間が来てしまいましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。そうですね、これで僕たち全選手のプロデュースグッズグルメの、紹介が終わったんですけど、最終戦終盤戦か終盤戦に向けて、各選手いろんなグッズを持って、ぜひ会場で、一緒に戦ってください。皆さんお願いします。はい、もうホームゲームがあと数試合しかないので、チャンピオンシップもホームで開催できるように頑張るので応援よろしくお願いします。はい、はい、最後に、ぜひせっかく会場にお越しいただいた際には、この3人の誰かの、グッズなり、グルメなり買って楽しんで、行ってください。はい、応援よろしくお願いします。お願いします。それでは以上で、サンダースチョップチャンネルを終了いたします。ご視聴ありがとうございました。